大人の図鑑バスボール深海魚編ということで、ここ、ちょ、見て。メンダコホッピー愛がいる。絶対ちょ、メンダコ、あ、でもね、ちょ、リュウグウノツカイとかも、熱いよな。あの、ラインナップがね、全部で4種類あるんだよね。どれが出るかはお楽しみということで。でもやっぱメンダコかな。あと、おじさんがいる、おじさんが。流動カジカね。あと、ダイオグソクムシも熱いよな。あと、リュウグウノツカイね。こう、折りたたまれてんだ、ほら。リュウグウノツカイ。出たらバーンって長くなったりしてね。あと、匂いがね、オーシャンの香りで。めっちゃ気になるよね、このオーシャンの香り。ダイオグソクムシ。ダンゴムシのように体を丸め、施工で身を守ると言われているかね。ちょっとね、説明も書いてあるんでね。リュウグウノツカイと。リュウグウノツカイ欲しいよな、これ。楽しみな。あと、入道家事か。入道家事は書いてない。おじさん。あのですね、メンダコホッピーアイということね。いやー、出てくれるかな？メンダコホッピーアイ。楽しみだな。バスボールの中からマスコットが出てくると。よし、それではあの、開封して、中身をね、取り出し、狙っていきましょう。一番の狙いの、出るかな？メンダコホッピーアイを。頼むぞ！メンダコ！シャッと匂い嗅いでみていい？に、お、ブルー、超綺麗。はー！銭湯の匂いする。なんか銭湯っぽい。あー、めっちゃいい匂い。懐かしい香りでもあるな。なんかちょっと 懐かしい銭湯っぽい匂いがして、めちゃめちゃいいね。で、ちょ、開けましてと。これね、あの、ぶち込んだ後、このままお風呂にね、ぶち込むから、オーシャンで泳いでくるわ。後で、オーシャンで泳ぐゴリラ。よし、行くぞ！頼むぞ、メンダコ！メンダコ！ホッピーアイ！ホッピーアイ！だろ、むずだだ、グリハッピー、あ、わ、すっごいいい匂い、ほんと。いや、懐かしいな、この匂い、なんか。懐かしい。あー、セント、なんかすげえ、すごいなんか、ゆっくり溶けてない。もっと、シャ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 ーって、なんないの？あ、なってる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 。さて、何が出てくるかな？お、くる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 回っております。くる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 回っております。直に入ってるのかな？それともカプセルに、だもカプセルに入ってるやつ振ったらコロコロするはずだから、おそらく直入りだと思うんだよね。メンダコ、8本の足は短く、足と足の間は膜で覆われているっていう説明が書いてあるね。リュウグウノツカイはね、日本における人魚伝説の多くに影響したと考えられている。入道カジカだけないんだけど、かわいそうじゃない？ラインナップに入道カジカいるのにさ、入道カジカの説明だけないんだけど。かわいそうだろ、ニューロカジカ。なんでハブられてんだよ。よし、もうそろ、あ、まだかな。くる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 回っとりますわ、まだ。さて、いい感じで。くる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 回っておるとこ悪いですが、ちょ、握力でね、間違えたらいいんだけど、回っと。くるくるくる、すごいいい感じに回ってるね。くる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 。あ、部屋中がすごいいい匂いだ。これなんか芳香剤とかないかな、これ。オーシャンの香りいいね。でもなんか、オーシャンではないけどな。海の匂いではないよ。間違いなく。海の匂い。でも、色も綺麗だし、これ、ほら。色すごい綺麗じゃない？早くお風呂にぶち込みてえな。いい感じの色になるよ。これ、きっと。です。遅っ！めっちゃゆっくり溶けてんだ、これ。もっと、シャ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 って言って、パカンポコンって出てきてほしいんだけど。めちゃくちゃゆっくり。オズマみたいにゆっくり回ってるね。強かったよな。あ、でもスタイナのショックで簡単に勝ってたな。最初知らなくて強かったけどね、スタイナのショックで、こんな簡単に勝って、ショック強かったよね、スタイナはね。あ、あの、FF9 の話なんだけど、まあ、ごめん、知らない人いたらごめんね。あの、オズマっていうね、まあ、隠しキャラなのかな、あれ。隠しボスなんかな。か卵みたいな敵がいたんで、宙に浮いている。くるくる。で、こんな感じで回ってんだよね。くるくる。回ってたよな、あれね、確かね。懐かしいな。FF ね、やりてえな。俺、あの、ジャンプの検証で当たってね、やったんだよね。ジャンプの検証で。すげえ嬉しかったな。あんな、いいもの当たったの、ほんとあれで最終最後かもしれんな。まあ、ドラえもんのね、なんか革のカバーとかも当てたことあるけど。まあ、そう考えたら今まで検証結構当たってるかもな。ドラえもんの革のカバーとかね、いや、懐かしいな、あれ。多分まだ実家にあると思うけど。当たったんだよね。なんか漫画買って、ドラえもんの漫画買って、応募券みたいなのついとって、それを切って送るみたいな帯にね、ついて、確かそんな感じだった気がするな。で、ドラえもんね、全巻集めてさ、その、あの、大長編ドラえもん俺すごい好きだったんでね。あの、映画の漫画のやつ。あれをね、すごい頼み込んで買ってもらって。
集めるの大変だったんだよな。あ、ちょっと遅くね、マジ。なんかヘドロみたいになってきてるじゃん。ヘドロみたいになってきて。まあ、深海バスボールだからな。深海の色、最初は青くて綺麗だった。色変わってないこれ。途中で色変わるって書いてる。なんか色変わってきてる気がするけど。溶けたバスボールの中から。ああ、バスボール透明になるぜ。別に特に色変わる。あの、サメのさ、ジョーズのやつ。これ、あの、色変わるやつね。あれすごいよね。このサメの口の中にね、赤い、あの、やつが入ってて、最初周りの青いやつが溶けて、まず海になるんだよね。そしてサメが出てきた、その口の中に入って赤いやつが溶けて、血が、ブワーっとこうサメと共に出てくるっていうやつ。俺2回連続これ出たんだよね。2回連続。シークレット出したくてさ、まだ探してんだけど、これもう売ってなくてさ、また見つけたらね、ちょっとシークレット狙いでまた、あの、やろうと思うんだけど。いや、遅えな、マジで。めちゃめちゃ遅え。ちょっと、おいおい、ツンツン、ツンツン。あ、でももうね、あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。シュワシュワしてる、シュワシュワしてる。おぉ。おぉ。すぐちょ、握力で、行く。握力。おぉ、おぉ、メンダコ出た。握力メンダコ、握力メンダコ、やった見て、ちょっと待ちきれなくて割ったら、メンダコ出た。ラッキー、握力メンダコ、やったメンダコ、無事。あ、しかもなんか、デフォられてて、あの、ディフォルメされてて可愛いね。すごい可愛い、ディフォルメマスコットみたいになってる。メンダコホッピン以来。ゲット降臨で、やったぞ。うお、めちゃくちゃ嬉しい。かわいい。これちょっとかわいい。ちょ、あの、竜宮の使い出して。これあのさ、これ折りたたまれてるからどんな感じなのかちょっと見たいよね。実際出して。また、買ってくるわ。いやー楽しい。次あの、ジョーズのやつもちょっとやりたいな。さっき言ったやつ。これ。これ、ジョーズに食わせる。てか、メンダコホッピーやよ。食わせる。いやーめちゃめちゃ、これバスボールシリーズのね、フィギュア集めるのめっちゃ好きなんだよね。これいいフィギュアだわ。かわいいなー。リグの使いも楽しい。みんなもぜひ。ゲットしてみて。すごい可愛いよ。デフォルメされてる。デフォルメされてる、これ。すげえか。リグロスケマジ折りたたまれてんだろうな、きっとな、これ。この分だと。これちっちゃい直入りだった、やっぱ。カプセルとかに入ってなくて、直入り。この折りたたまれてる感、すごい楽しみだな。ということで、今回は、大人の図鑑バスボール、深海魚編ということでね、狙いの無事、メンダコホッピン愛が出てくれました。かわいいね。ありがとうございます、メンダコ。あとはちょ、リュウグウの使い出るまで頑張ろうかな。まあ、コンプ狙ってもいいんだけど、まあ、リュウグウの使い出れば OK ということで。あと、ユーマのやつもコンプしなきゃいけないからな、ユーマ。ユーマのやつもね、ちょっと狙う、あ、売ってないんだよ、なかなか、あれ。ユーマ中途半端で。人間出したいんだけど、人間ね。あ、人間この色にすごい合ってんだろうな。ちょっとこれ溶けねえな。ちょっと風呂にぶち込んでくれば、もう早く。このままね。ちょっと風呂にぶち込もう。この深海魚シリーズのディスプレイ作ろうかな。思いのほかさ、フィギュア可愛くてさ。こんな可愛い。こんな可愛いフィギュアだったんだよ。すごい可愛くない?で、これディスプレイしたいね、ちゃんとね。なんか、台座とか作ってかっこよくディスプレイしようかな。すごい可愛いよ。そう、ちょっと考えておくわ。動画で、あの、できたら、あの、動画で作ってもいいけど、まあ、完成したら動画で撮ろうかな。X の写真アップするわ。これいい感じで飾りたいね。ディスプレイしたいね。せっかくこんな可愛いフィギュアだからさ。